世界陸上ブダペスト大会で女子やり投げの金メダルに輝いた北口春が自身の X、旧ツイッターを更新した。フォト、女子やり投げ決勝で北口春が史上初の金メダル。歓喜の瞬間を厳選フォトで特集。日本時間9月1日の夜7時頃にまず投稿したのが、なぜ私だけ無事だったかわからないですが、強くノ、NO、ーと言えることの必要性を再確認しました。 という文章だ。リンク先などの前振りや説明が一切なかったため、SNS 上では何が起こった。トラブルにでも巻き込まれたのか、といった心配する声が多く寄せられていた。それからおよそ7時間後、北口は再度投稿して理由を明らかにした。先の世界陸上において使用したピンに関する出来事だったようだ。スパイクのピンだと見られる。 以下がその全文だ。世界選手権で規定内ピンを使っていたにもかかわらず、試合前のチェックでなぜかコントロールに引っかかり、直前でピンを変えさせられ、しかも手でつけられるということが、他の日本人女子選手たちに起きたからです。私は同じピンでしたが、変えられませんでした。オフィシャルでも人間なので違うと思ったらノートその場で抗議しなくてはならないと感じました。実際に救済はありませんでしたし、 前にチームメイトが槍の着地の2から3メートル前を図られた時も、試合後抗議しても救済はありませんでした。救済があったと私が知ってるのは、スタジアムのワイヤーにぶつかって槍が落ちてきた選手が一度救済されてる時はありました。これから海外で試合することも多いので備暴力としてつぶやきました。あまり事実は共有されていないので、今後誰にでも起こる可能性があると思いました。 日本中を沸かせた快挙の舞台裏で知られざる出来事が起こっていたのだ。